ムサシディア・ヤデンベレは、ベルギー・アントウェルペン州アントワープ出身のサッカー選手。甲州城速球クラブ所属。元ベルギー代表。ポジションはミッドフィールダー。ベルギーのジェルミナル・ベールスホットで、プロキャリアをスタートさせ、2004年4月24日のシャルルロワ SC 戦で、プロデビューを果たした。2005年に、オランダのビレム2に移籍した。 2005から2006シーズン、チームは低迷したがその中でリーグ戦級ゴールを記録した。2006年、AG アルクマールに移籍。2010年8月18日、イングランドのフラム FC に移籍した。オランダでは主に FW として活躍していたが、プレミア初年度は4ゴールに止まった。2011年に、 マーク・ヒューズからマルティン・ヨルに監督が変わると、FW から MF にコンバート。2012年8月29日、1500万ユーロで、トッテナム・ホット・スパー FC に移籍した。9月1日、移籍後最初の試合となる、ノリッジ・シティ FC 戦で後半途中から出場すると、ミドルシュートで、トッテナムでの初ゴールを決めた。 2016年5月2日のチェルシー FC とのロンドンダービーでジエゴ・コスタに対し顔に手をかけ目つぶしを行う暴力行為によりイングランドサッカー協会はデンブレに対し6試合の出場停止処分を課した。これにより2015から16シーズン残り2試合と2016から17シーズンの開幕から4試合を欠場することになった。 2019年1月17日、公衆浮力俗級クラブに3年契約で加入。2006年5月20日のスロバキア代表戦で、ベルギー代表デビュー。10月11日のアゼルバイジャン代表戦で、初ゴールを記録した。北京オリンピックでは3位決定戦で、ブラジル代表に敗れた。決勝トーナメント1回戦のイタリア戦では2得点を挙げた。 マリにルーツを持つ。ベンチスタートの時も後半途中からサポーターによる、ちゃんとがなり強引き愛されている。ありがとうございます。